きなゲームはワールドデストラクション。うぷ主です。知る人ぞ知るゲームね。洋ゲーなんだけど、対応機器が DS だからか、かなり安く買えるよね。安い割には、ストーリー、戦闘システムとか結構作り込まれていていい感じよね。連結攻撃で戦闘がさらに楽しくなるところがまた良い。そうね。サブイベントとかキャラごとのストーリーもしっかり用意されてるから、最近よくあるキャラの設定丸投げ、ボットでみたいなことがなくていいわね。最近のゲームはそういうの多いよね。途中いきなり出てきて、仲間に加入。その後、キャラについて大して語られることもなく、もやもやしたままゲーム終わるみたいな。テイルズ・オブ・デスティリアの話はやめてあげなさい。情熱だけじゃキャラは救えなかった模様。盛大に煽り散らしていったわね。重箱の隅をつつく系の煽り YouTuber にでもなれば、燃えやすい反面視聴率は上がるわよ。心がねじくれてそうなんで嫌です。え？すでに手遅れなんじゃ。私は、天の弱なだけよ、プンプン。鬼だけに？うっさい。ふざけてないで、挨拶しておくれ。好きなゲームは、風のタクト、うどん家です。避けられないルピー集めに奔走する物語じゃな？違うわよ、あれは、主戦毒ソチンクルが悪いのよ。口が悪いぞ。それで、今回は？クレテリアっていう、水中ステージに行くよ。グラビティスーツありきのステージってわけね。そういうこと。と、その前に忘れてたアイテムの回収をしてから行くよ。チャートから消し飛んだやつね。そう？そういえば、コメントでミサイル忘れてない？って言われてるんだけど。勘がいい人がいるみたいね、やるじゃない。おい、ポンポン、ポポンゲポン、ポポンゲさん。もはや、原型がないじゃないの。あれはね。あれは？戦略的チキンよ。考える時間を与えた割に、ビビってるって言っちゃってるじゃん。あの時の感覚は、そうね。ノリで潜ったダンジョンの真相でお目当てのアイテムを取ったけど、買えるアイテムを持ってなかった。そんな感じの状態。嬉しさでふわふわした心を抑えつつ、溢れ出る帰りたい欲が混ざり合った複雑な感情。そうこれよ。長々喋りやがって。よく、実況続けてるね。動画作り始めてから、まだ2ヶ月くらいだしね。秋？学るにはまだ早いと。秋はすでに2度来たわ。早すぎやしませんかね。そういう時にコメントとか、いいねとか視聴数を見るのよ。そうすることで、バンガロール、敵も気になるのよ。インド南部の州の名前？それとも、爆薬島の方？インドの方は、名前変わっているから今はバンガロールではないわ。そして、突っ込むところを間違えているわ。とりあえず、いい話にしようとしてコメント稼ごうとしてるから、止めようかなって。コメントの星狩りさんは、うぷ主じゃないの、どっちの味方なのよ。パワーボムの入手が終わったところで、次はどうするの？この前、ハドック船長のところ行ったじゃん。口癖はそうだけど、カラブ全豪はナンパしてないわよ。謝れ。ジュマンジ。最近、続編が出たわね。一番最初は見たけど、面白かったわね。そこじゃない。うぷ主がボケ続けるからでしょ？あい。それで、ナンパ船に行ってどうするの？取り忘れたエナジータンクを回収して、その足でクレベリンに向かってちょ。クレセリアね。空中の除菌もできるけど、期限を忘れておいたままになりがちな商品ではないわ。本当はこのルート好きじゃないんだけどね。砂落ちてくるとマジで嫌いなの。でもさ、この時にコメントで言われたミサイルも回収したらよかったんじゃないの？あ。それで？前回、チャートを脳内作成して大失敗かまして、クレテリアも実は4回目の取り直しだけど、ちゃんと作ったのよね？もちろんあるよ、心の中に。成長が見られない。失敬な、成長はしてるよ。どこが？雑談力が大幅に向上した。話を脱線させる能力ね。そうとも言う。脱線させる必要がないくらいゲームが上手くなる練習したら？上手いだけだと、面白いのその一回だけだから、練習したくない。はいはい。そういうのは、下手ピンでも見てくれる方が増えてから言いましょうね。はい。頑張らせていただきやす。頑張るといえばね。ん？何かあったの？最近、動画視聴のアナリティクスが仕事し始めるようになったの。スワ動画の視聴傾向の表示機能よ。それは、ニコニコの方の話ね。それで？女性2割。男性が8割の視聴状況だった。要領を得ないのだけど？正直ね、両つべの方のアナリティクスで、女性の割合 2% だった時は、女性も楽しめる動画作成は無理なのかなって、悩んだの。それは、あれでしょ？ロマサガ RS のショート動画を小出しにしてるのがいけないんでしょ？
読ませがって、いろんな人に刺さると思ったの。特定の世代には刺さるわね。そこでね、女性の方にも見てもらえる動画に進化を遂げる必要があると思うの。ふん、具体的には？私の女子力を爆発させる。何言ってんだ？こいつ？つまり？私ね、フェイバリットスイーツがマカロンなんだけどね。予想よりひどいレベルの関係ないネタ入れてきたわね。というか、それよりもマカロンって、見た目は可愛い感じする砂糖菓子でしょ？のん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 。酔いざますか？マカロンとは、ティータイムで談笑しながら、食べる素敵お菓子ですのよ。口調が腹立つわね。っておい、まさか、今回の雑談ってマカロンの話なの？考えいざますね、ラピン。お菓子がフランスルーツだからって、ウサギもフランス語で言う必要はないと思うの。マカロンの発祥とされる地は、オフランスと思いがちでしょうけど、イタリアとか諸説あるザマス。ザマス口調なんとかならない？それとフランスに、おつけないでよ。ベルサイユのバラの影響を受けすぎよ。おだまり、メルドラピン。フランス語で言えば、隠せると思うてか、クソウサギってどういうことよ。マカロンは、カトリーヌ、と、メディシスによって持ち込まれた説が有力よ。バルサミコ酢で有名な人？アンコンタン。フランス語ルーツ縛りで煽ってくるのやめろ。フランス語通りの訳し方するとかなりひどいからね。それ。サンバルテルミの虐殺っていう、宗教戦争的な事件の方が有名かもね。また、脱線しかけてない？ザマス忘れてるわよ。大丈夫よ、ラピン。マカロンって言っても、当時はアーモンドを使った砂糖菓子で今とは違って表面はひび割れてていたの。今もそういうのあるけどね。それに、フランスの地域によって特色があったザマス。麺がツルツルでふっくらしてるやつ多いよね。メルドラピン。マコロンは昔の日本人が口に合うようにした和菓子。マカロンとは違うザマス。ふん、具体的には？また、クソって言ったな、こやつ。に、アーモンドがあったと思うの？バカチン。その代わりに馴染みのあった落花生を使ったのが、マコロン。ふん、そうなんだ。バカチンって、地域に特色があるって言っていたのは？フランスも当たり前だけど、特産品が地方によって違うザマス。つまり、その地方の特産品を使用したマカロンがあったと？イグザクタメン、ラピン。素直にその通りって言ってよ。フランス語教室みたいになってきてるわよ。ちなみに、今のマカロン。つまり、マカロンをクリームで挟んだものが考案されたのは、割と最近なの。そうなの？それと、ザマスつけ忘れてるわよ。ザマス。強引ね。だいたい、100年くらい前にそれが考案されたと言われてるザマス。100年前を最近って言っちゃうのね、先人か何かなの？オグルザマス。オーガネ。日本でも通じそうね。それ以降、ラピンが言ってたような、今のマカロンになったっていうわけね。最近は、フレーバーの種類も増えてすごいよね。後半の話、すっごいざっくりしてない？海外でも、抹茶のマカロンとか普通に売られてるザマスからザマス。ザマスの使い方、どんどん雑になってるわ。というか、間違ってるし。マカロンの雑学はおしまい。でもさ、うん？最近の女子って、マカロン食べるの？原材料の高騰によって、かなり高くなってるし。マカロン12個入りのケースで、それなりの定食食べられるわよ。私なら、ステーキ食べたい。ラピン。何よ？台無し。パドン。フランス語で返すなって。それで、クレテリアには何をしに行くの？雑談のせいで霞み切ってるストーリー進行に必要なボスを倒すのと、スペースジャンプ、と、プラズマビーム、の取得かな。また、効果は泳いで話すの？うん。雑談しすぎて、前回のグラディテスーツ用に用意したセリフと冒頭の挨拶の一部が全カットだったからね。気をつけてね。まさか、用意したセリフが多すぎて、動画時間を強化するとは思ってもなかったもんね。言わなくてもいいことを。まあ、実際セリフ足りなくてっていうのは、ちょくちょくあっても多すぎるのは初めてだったね。はっはっは。やべ。どうしたの？チャートの冷圧が消えた。チャート、この辺から消えてなくなったんだよね。とりあえず、スーパーミサイル取ってから考えるわ。で、どうするの？下のエナジータンク取ってくるわ。悩んだ時点で下に行く選択肢は？ない。よくよく考えたら、ここ通らないから入手必須だったって。そうね。それにしても、ゼーベス星人って種類多いのね。
5種類くらいいたかな。それぞれ、性能が違う。カースト制度ありそうな感じね。設定的には、スペースパイレーツに操られてるから、敵として出てきてるけど実際はどうなんだろうね。というと、サムスは敵の星に単身で乗り込んだの？そういうことになる。今更なの？バカなの？それを言われると言い返せない。実際、強いけど、天狗になってるんじゃない感は否めない。実益のある天狗ってことね。まあそうとも言えるかな。実際、ただの賞金稼ぎだから死んだところで組織に影響はないっていうのもある。駒が減るだけ。つまり、サムスはパワフルなトカゲの尻尾？わかりにくい例えだけど、そんな感じ。ところでさ、ここの亀って、水中で生きてるの？どうだろうね。ここから動かないけど。エラ呼吸？さてね、鼻の穴に小型酸素ボンベ的なの刺してるんじゃない？夢のない話するわね。ここのエナジータンクが、取りにくいのよね。グラップリングビームのアスレチック系苦手だもんね。って、ああ。あうっち。グラップリングビームを再度空中で出すときは、もっかい押さないといけないからね。驚いた間にもう落ちてる。行くわよ、てぃ。うさ？お前は違うだろ。緊張するわ。ほら、深呼吸してみそ。はぁー、ゴー。波紋でも出しそうな勢いですね。震えるぞ指が、燃え尽きるほどショート、刻むぞ、ポンコツのビート。あなたは何派？私はわらび餅にしっかりきなこつける派。サンライトイエロー、オーバードライブ。視聴者さんに何を尋ねてるの？決まったわね、楽勝。そっすね。それじゃ、ボスのところに向かいましょうかね。いて。よし、行くわよ、風船だこ。よしじゃないが。左端からやらんの？やったことない人、何してるかわからないぞ。状況説明プリーズ。左から、グラップリングビームのジャングルがあるんですが、この通り特定の位置に雑魚が配置されており、そこから復帰も可能です。そして、こちらがいきなり楽をしようとしているメルドラピンです。最後の説明が悪意しかないんだけど。ずっこいことするから仕方ないのねん。ぬん。ぬん。は。はまっちょ、はまっちょ。はー、ごー。ぬん。てい。楽勝ね。最後の連打、早かったな。ここは、パワーボム使わないとダメなんだけど、神さんが徘徊しててね。タイミングが重要なのね。イグザクタメン。壁ジャンプ、できない。ロケハンの時は、できるのにね。はっはっは。笑えないわよ。確認タイム。と、飛べない。あ、神さん来ました。よし、かっこよく決まらなかったな。また、さっきとは随分違う雰囲気ね。冷凍室みたい？そうだねー。コンセプトあるのかね。何これ？巻き貝？ヤドカリさんでち。壁にもくっつけるヤドカリなの？どちらかというとタニシなんじゃ？ヤドカリの方がまだイメージいいでしょ。はいはい。ここは、グラップリングビームを使って上に行くのね。ん？これって、メトロイドじゃないの？似てるけど、バッタモンだの。そうなの？こいつは、メトロイドもどきっていうの。仲良くはなれません。問答無用で体力を吸い取っていきます。心配しなくとも、これと仲良くするつもりはもうとうないわよ。それで、こいつは一番厄介な特徴があってね。グラップリングビームで一撃で倒せるの。グラップリングビームをたくさん使うところでは気をつけないとダメなのね。というか、めっちゃこっちに寄ってくる。ボス？うん。ボスのうつボツンです。明らかにアナグラムされてる感あるけど、ボツンね。こいつは、サムス狙いの5方向に散る弾を吐く以外は攻撃らしい攻撃がないの。ひたすら、穴から出てきたところを頭めがけて、ミサイル撃つだけ。モグラ叩き？そんなところだね。スーパーミサイルなら、10発で倒せるよ。それにしても、ひどい命中率だね。白髪白中脳ではつけてる？敵を穴に埋めるようなアイテム装備してないわよ。
64の風来の試練の話、どの世代がヒットするのかしらね。なだね。個人的には、好きだったけどね。当時の試練は子供だったけど、4あたりですでに20歳超えてるから、6とかでまた菜種村でやったりしませんかね。大人になったキララとか会ってみたくない？気になるけど、展開が難しそうね。そもそも、風来の試練5出たの今から11年前よ。風来の試練が出るのかさえ、怪しいわよ。悲しいこと言ってくれるなよ、こちとら、幼稚園の頃からやってるんだぞ。いっそのこと、ゲームボーイで出たさ、ジャハンナム、とか、月影村、とかリメイクしないかな？爆売れすると思うんだけど。祈るしかないわね。アンインストール？うぷ主のプリミー1、2を？やめて。というか、ボス戦になってから動くのやめたね。動くと余計に外しそうだから、不動の姿勢をとっているわ。ここはブースターの道中に敵が一体いるので、それだけ倒します。間に入れてくるのは、何かあるのかしらね。不殺縛りをより楽しませる演出かな？そういえばさ、ここのタンクの出る時の穴からは、倒さずいけないのかしら？なんで、それ言っちゃうのよ。ねえ？多分流砂でなんか、こう、で、できないんじゃないかな？今度試してみましょ。いや。なんで？ボムジャンプ、そこまで得意じゃない。知ってるわよ。前回のグラビティスーツ取る前、生きってやろうとしてできなかったのバッチリ映っちゃってるもの。それはそうと、エナジータンクは帰りがけでよかったんだけど。チャートがまだ、出かけたきり戻ってこないのよ。ああ、やっちまったー。何してくれてるの？いけるかなって思ってさ。はっはっは。こんなパターンで終わるのってありなの？次回はここまで進めた状態でやるよ。どうして、そういう展開にしたの？白状しなさい。撮影ミスで後半しか撮れてなかったの。ごめんちょ。